前尾重三郎、前尾重三郎、前尾重三郎、1905年12月10日から1981年7月23日は、日本の政治家、官僚、高知会、第二代会長、第五十八代衆議院議長。1905年に、京都府与佐郡宮津町、現、宮津市に生まれた、京都府立宮津中学校を卒業後上京し、 第一高等学校に進学する。一校では、寮で朝食の時に、飯を七杯、味噌汁を十二杯を平らげ、ドイツ語でよ意味する、マーゲンというあだ名を立てつられた。一校時代の同期生に、作家の高見順がいる。一校卒業後、東京帝国大学法学部に進学。東大卒業後、大倉省に入省する。大倉省受験の時に、 高等諮問試験を、控え室で待っていると、大倉省の4つの曲名、主計、主税、理財、銀行が出るとアドバイスしてくれたのが、福田武雄であったが、前尾は肝心の曲名を主計局と銀行局の2局しか答えられなかった。入場の翌年、結核性六膜炎に利病し休職。1年間の休職期間が過ぎたため退職を余儀なくされたが、 5年官僚養生活に勤めた後、大倉省に復職する。同じ頃、四期先輩で後に内閣総理大臣となった池田隼も落葉性転坊層という大病のため、休職、退職していたのが復職している。復職後、前尾は和歌山税務所長に、池田は大阪玉作税務所長となって赴任した。前尾と池田は性格は正反対であったが、 互いに大病で倒れで遅れ、大の酒好きということで簡単相手らす、間柄になった。和歌山税務所長の後、名古屋税務監査局、大阪税務監査局、東京税務監査局直接税部長を務めた後、インドネシアに左遷され、1945年、池田隼人主税局長の下で主税局第一課長。1947年に池田が、 大倉次官に就任すると、公認の主税局長に就任する。しかし、GHQ と調税方法をめぐり対立し大阪の造兵局長に左遷される。インドネシア出港中に知り合った宮沢喜一は、GHQ と前尾の処遇をめぐり交渉するが事態は変化せず、前尾にはビルが、前尾は気にする様子もなく局長室で好きな読書三昧の生活を送る。 1949年には、第24回衆議院議員総選挙に、京都2区、当時から吉田茂の民主自由党公認で、立候補した。前尾は、ヌーボーとした風貌から、暗闇の牛のあだ名がついたが、由来の一説に、この選挙の時に宣伝車のトラックに七輪を持ち込んで、扱おうをやりながら、選挙運動をし、ある夜暗い夜道に、 牛が出てきて酔っ払った麻生は牛に頭を下げたというのがある。その他、麻生は演説で、もっぱら、政界浄化や行政整理を訴えたり、財政の数字を並べたりときまじい目で学者肌で大衆受けするものではなく、周囲は明日の大倉大臣などと麻生を宣言するのに、本人は夜の会合で酒を注ぐのも嫌がったり、胸に鼻をつけるのも恥ずかしがったくらいであった。 しかし、誠実な人柄と運動員が手弁等で行った選挙運動や大倉省の最終ポストがお金作る造幣局長であったことから3位当選を果たし、以後、当選12回を数えた当選同期に、橋本良吾、岡崎勝夫、麻生高吉、小渕恒平、西村栄一、橋本富三郎、福永健二、塚原敏郎、藤枝仙海木村敏夫、 稲葉治む、川本敏夫、森山金次、常並徳次、有田滝一など。前尾は、吉田学校の一員として、衆議院地方行政委員長や外務委員長を経て、1957年の第一次元改造内閣で、通商産業大臣として入閣。1960年に池田内閣が成立すると、女房役として自由民主党幹事長に就任した。 幹事長として、渾身の力を振るい、池田内閣を支え、所得倍増計画の推進と池田のブレーン作りに、大いに力があった。また、軍人恩給、農地保障の成立、破壊活動防止法、破防法の廃案決定や、国民協会による自民党への政治献金一本化、党財務委員会の設置による政治資金の透明性を模索した。 1963年の衆議院解散の際、池田が冒頭解散を目論んだことに対しては、野党の代表質問が全部終わらないうちに、解散するのは議会政治の筋が通らないと思いとどまらせたことは、迷うの筋を通す甲骨ぶりとして伝えられている。池田は、高等眼が理由で1964年11月に内閣総辞職し、 1965年8月に死去した。池田の後、前尾は、高知会を引き継ぎ会長となった。前尾は派閥を政策集団として認識していた次のエピソードがある。政治資金を無心に来た、神賀佐議員に、金が湧く本として、貴重な蔵書を渡した頃、神賀佐議員はその本に、札束が入っているだろうとページをめくるが一向に、見つからない。 前尾はその本の内容を理解すれば人格も磨かれ自然と政治資金が集まってくると説いたつもりであった。後日、その人が佐議員にどうだ、金が湧いてきそうだろうと尋ねたためにその議員の人心を失ったというものである。こうした前尾の考え方に同じ高知会に所属し池田内閣を支えてきた大平正義は派閥を あくまで政権獲得を第一義とし、認識が違った。前夫と太平の関係は、次第に悪くなり、これが1968年の自由民主党、総裁選挙に顕在化した。佐藤英作の参戦阻止で出馬した前夫は95票を獲得したが、107票を獲得した三木武を下回る3位と惨敗たことから始まる。 また小坂善太郎やには京士郎らの子参議員と、斉藤国吉、佐々木義武、伊藤正義ら中堅、若手議員の花井対立も起きた。1970年の総裁選挙の際に、佐藤栄作は前尾に対して、四戦後に内閣改造を行うには前尾派を優遇すると、約束したため前尾は、出馬を見送ったが、四戦を果たした佐藤は、内閣改造を見送り、 前尾は生き恥を晒す結果となった。これに、田中六助、田沢義郎、塩崎淳などの太平系若手議員が猛反発、前尾、会長から引きずり下ろし、太平を会長とした太平側近の田中六助は、池田さん、池田葉と、元首相が生きていたら、私は池田派に席を置くつもりだった。もう二度と、高知会の会合には出席しないと前尾を批判した。 佐藤は前尾が高知会会長を辞任した3ヶ月後に内閣改造をして前尾は法務大臣に任命した。高知会会長辞任後、椎名悦三郎、長尾博吉と私的な懇談を持ち、これは後に三賢人の会と呼ばれるようになる。1973年5月に中村梅吉衆議院議長が出現問題で辞任した際、前尾は 公認の衆議院議長に就任した。在任中、田中閣営首相の公認として、前尾の名前も取り沙汰されたが、議長は、総理になるべきではないと意に返さなかった。議長退任後は、長年対立していた太平と和解。1979年の総選挙で、まさかの落選を喫し、翌1980年に行われた総選挙で復活を遂げる。 1981年7月23日死去。旧京都2区の地盤は野中博夢が引き継いだ。墓地は京都市京区の清涼寺にある。世界有数の読書家、教養人としても知られた。小学生時代に太平記を読破し、蔵書は和漢、欧米の原書など約4万冊と言われる。国会内書店で月400万から500万もの。 書籍を購入し書店をもに、あんな人はもういないと舌を巻かれたことがある。1981年の死後には、遺族が、故郷の宮津市に蔵書と多額の建設資金を寄贈し、死去からちょうど2年後となる1983年7月23日には、宮津市立、前尾記念文庫が開館した。芸事も匠で、小唄は、春日流名取で、春日と茂氏の名を持ち、 入院中、見舞いに来た宮沢貴一という家でおさらいをしたり、田中角栄と並んで東横ホールに出演し、歌ったこともある。シャミハーモニカ、バイオリン、民敵もこなした。他多数、楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。